こんにちは、ボーノです。先日ツイッターでアンケートを取ったところ、カエル図の読み方について悩んでいる人が多いことが分かりました。ということで今回は電気屋じゃなくても分かるカエル図の読み方というテーマで話をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まずは最低限知っておくべきカエル図の基本ルールについて説明します。カエル図には絶対的なルールがあるわけではありませんが、誰が見ても読みやすいようにお作法的なものは存在します。そのお作法はざっくり言うと次のように4つがあります。公開されているアルデイノのカエル図を例にとって1つずつ紹介します。まず1つ目は、電気の流れは大まかに左から右方向に流れるというものです。例えばこの部分を見ると、左側では電源電圧 Vin が入力され、それを抵抗によって分圧された電圧がコンパレータに入り、右側から出力されます。その信号は FET に入力されます。 FET の部分も左側から信号が入力され、 FET がオンすると右側に伝わり、三端子レギュレーターを通して右側から 3.3V 電圧が出力されます。カエル図はパッと見ただけでは電流の向きはわからないのですが、この基本的なお作法を頭に入れておくと読み解きやすくなると思います。次は、電圧が高い方は上、低い方は下に書くというものです。電圧はよくダムのようなもので例えられることが多いので、このイメージは分かりやすいかと思います。カエル図を見ても分かるように、多くの場所で電圧が上に書かれていました。次は、同じ線でつながっている部分は同じ電圧レベルであるということです。例えばこの部分ではお互いに接続されているので、全て同じ電圧が加わっていることになります。このルールは線がどれだけ離れていても変わりません。最後は、電源やグランド、ラベルが同じ名前である場合、それらはお互いにつながっているということです。例えばこの回路図を見ると、プラス 5V という名前のついた電源がたくさんありますが、これらは全て回路上ではつながっています。またこことここには USB-VCC という同じ名前の信号があり、回路図上では離れていますが、これらも実際にはつながっています。これは回路図がぐちゃぐちゃにならないように線をできるだけ減らすための工夫です。なお、どこで切るかは完全に回路を書いた人のセンスによるものなので、人それぞれです。次に、最低限押さえておくべき回路記号を紹介します。回路記号をあらかじめ覚えておくと、回路図を読むのが格段に楽になるので、ここで押さえておきましょう。ということで一覧にまとめてみました。まずこちらは超基本となる電子部品の回路記号です。抵抗はこのギザギザのやつか四角いやつが同じくらい使われています。コンデンサは電解コンデンサのように向きがあるタイプのものは片側にプラスマークをつけることになっています。ダイオードと LED は素子の構造が同じなので、光を表す矢印があるかないかだけで同じ記号が使われています。トランジスタと FET はそれぞれ2種類あり、矢印の向きだけが違っています。トランジスタは電流の流れる向きと矢印の向きが一致しているので覚えやすいですが、 FET は構造上素子の中にできてしまう既成ダイオードの向きを表しているので、少し感覚的に理解しづらいかもしれません。これは電源で直流か交流かで使用される記号が異なります。こちらは回路図を読み解く上でキーとなる回路記号たちです。グランドとアースは区別なく使われることもありますが、グランドは回路内で電圧の基準となる点、アースは接地といって大地に接続する点なので、厳密には違う意味を持っています。信号線は回路図上の離れた場所同士を接続するときに使われます。矢印の向きが入出力の向きに一致するので読み解きやすいようになっています。配線については、線同士が接続された部分には黒丸を打つことになっています。ちなみに黒丸のあるなしは分かりづらかったりするので、十字は作らないようにするのがいい回路図と言われています。そして最後に、特殊用途の部品も載せておきます。このあたりも遭遇する頻度は高いので、ついでに覚えておきましょう。これらの表はブログの方にも貼っておくので、ブックマークしていつでも確認できるようにしておいてください。最後に、回路図を読む時のちょっとしたコツを2つだけ紹介しておきます。まずは、回路図はある程度機能ごとにまとめて書かれていることが多いので、機能ごとに理解すると読み解きやすいという点です。このアルデイノの回路図では、電源部、CPU 部、インターフェース部などに分かれていました。そのため、例えば電源部を見ると、どの電圧をもとに何ボルトの電圧がどのように作られるかというように、電源の流れにフォーカスをして考えることができます。2つ目は、回路図には設計者の意思や意図が込められているという点です。その理由の一つとして、設計というのは回路図を書いた後、その次に基板のレイアウトやパターン設計に移るのですが、この時に設計者は
回路図に書かれている情報を参考にするためです。例えば CPU の心臓部となる水晶や安定動作のために使われるコンデンサは CPU の近くに配置したいので、やはり CPU の近くに書かれることが多いです。このように回路図はただのお絵描きではないということを頭に入れておくと、もう一歩深い理解ができてステップアップできると思います。今回は電気屋じゃなくても分かる回路図の読み方というテーマで話をしてきました。最初は覚えることが多いかもしれませんが、だいたい出会う回路記号は限られているので、ここで紹介した記号だけでもまず押さえておきましょう。回路図をたくさん見て勉強したいという方は CQ 出版のメルマガがおすすめです。ということで今日は以上となります。なお、このチャンネルでは電子工作初心者が最低限身につけるべき知識やツールの解説など、電子工作をゼロから体系的に学べる動画を投稿しています。これから電子工作を始める方はぜひチャンネル登録の方を忘れずよろしくお願いします。この動画についてのコメントやグッドボタンもお待ちしております。それでは良い電子工作ライフをお過ごしください。